続きましては全国のエステサロンの情報を紹介してくれるウェブサイトいいエステ見つけたのひろみ編集長のコーナーです。ひろみ編集長、今神戸にいるんですか？神戸にいるんですか？はい、ひろみ編集長、はい、久保さん、増田さん、こんばんは。今日は東京を離れて私神戸に来てます。すっごい綺麗でしょこの夜景。私は今ホテルラスイート神戸ハーバーランドっていうホテルに来てるんですけれども、すっごいリゾートホテルに来たようで、ラグジュアリー感たっぷりのすごい素敵なホテルなんですよ。今日はこのホテルの中にあるスパで私自身が自ら体験して、レポートしたいと思います。ホテルラスイート神戸ハーバーランドは、全室オーシャンビューのゆったりとした客室と、ラグジュアリーホテルならではの質の高いサービスが最上級のステイを提供しています。すごい、エステサロン専用のエレベーターがあるんですね。行ってみます。ホテルの中にあるラシェール、こちらではフィトテラピー、アロマテラピー、タラソテラピーの3つを融合した理想的なスキンケアを受けることができます。ひろみ編集長の体験取材が始まりました。モンタリットの泥、アルペン山脈の地下から取った泥と岩塩水を使って施術が行われます。今回はこのモンタリットの全身ケアを体験。編集長、モンタリットの感触は？ちょっとザラザラした感触があるんですけど、はい、お塩ですね。塩分、塩分なんですか？乾くとすごくね、塩が出てくるんですよ。この泥には多くのミネラルが含まれているそうです。これは特殊なミトンです。これで体を磨いていきます。こういう感じでモンタリットつけながら磨くことによって、お肌の表面の角質層のピーリング作用ですとか、あとセルライトにもすごく働きかけてくれます。編集長はもう夢心地ですか？こちらはこう。続いて足の表側です。足先のケアには時間をかけると言います。靴の中で圧迫されているので、すごく流れが悪くなったり、あとは女性筋肉が少ないので、ふくらはぎにたまったものが上に上がりにくいと言いますか、リンパの流れもやっぱり上に行きにくいですし、ミトンのこの刺激と、すごいその相乗効果で心地よい刺激を受けながらマッサージされている感じだから、すごい気持ちいいですね。足がすごい軽くなりました。デコルテと腕に施術は進みます。ボディへのケアが終わりました。ストッキング履いてるみたいななんか感じがする。顔に行きます。むくみがすっきりするらしいです。はい、楽しみです。いよいよ顔への施術ですが、まずはヒートマットで体をゆっくり温めます。これでミネラルを浸透させるそうです。そして顔にモンタリットが施されます。顔全体に塗り込んでいきますが、どんな作用があるんでしょうか？毛穴の引き締めですとか、もうピーリング作用ですね。泥の上からかけているのはハーブティーです。泥をきれいに落として化粧水で肌を整えます。およそ90分のモンタリットコースが終わりました。ひろみ編集長、いかがでしたか？期待以上の
本当こんなに仕上がるものと期待しなかったところが正直あったんですけれども、すっごいスベスベ感で私の肌じゃないみたいです。90分のモントリットコースと30分のオプションがついて、通常 31,500円を先着10名様限定で 19,800円で受けられます。詳しくはいいエステ見つけたでご覧ください。いやわざわざ神戸からということで ね、なんか楽しそうでした。楽しそうでしたよね、はい、昼目編集長ありがとうございました。